はい、東京で雪が降ると雪かきすごい大変ですよね。でも雪かきを楽しむ方法をね、今から教えちゃいますね。雪かきにはね、2つの効果があるんですね。それをまず覚えましょう。1つ目はね、体に対する効果です。雪かきというのは、雪をこうスコップで取ったらぐっと体をひねりながらね、壁のまあ 端の方にね、飛ばしていきますよね。要するに体をひねる動きになるわけですよ。はい、体をひねるとどうなるかと言いますと、筋肉がすごくストレッチされるんです。で、筋肉だけじゃなくて内臓器官もストレッチされるので、すごく、ね、血行が良くなります。で、血行が良くなることによって脳が活性化されるし、筋肉の働きがすごく良くなっていくんですね。で、そしてもう一つね、二つ目ね、それは心理的な効果です、ね、雪かきというのは思いやる行動ですよね。他の人が滑らないように、転ばないようにする行為だと思います。こういう思いやる行動というのは、オキトシンという幸せホルモンをすごく分泌されます。これが分泌されることによって、あなたに溜まっているストレスをどんどん解消してくれるんです。はい、ですから雪かきを楽しんでやっちゃいましょう。はい、今回はね、雪かきの動きに対して軸を意識しながらってところをちょっと注目してお話ししたいなと思います。はい、まず雪をこう取りますよね。そこからこのように雪を飛ばしていくわけですけれども、はい、ポイントになるのは体重移動です。体重移動、ね、しっかりと飛ばす方向の足に体重を乗せてスコップを振ることによって雪が飛びます。はい、ですけれども、このスコップを大きく振りすぎちゃうと体の軸っていうのはぶれてしまうので、体重移動しながら、はい、スコップのひねる位置を、要はひねる方向の足の前で止めてください。そうすることによって反動で雪が飛びますから、はい、ここを意識することによって体の軸がぶれずに雪かきをすることができますね。ぜひこれを意識しながら今回はやってみてください。以上です。